草加昌彦君、草加君、はい、委員長、草加君、公明党の草加でございます。4人の参考人の皆様、本日は本当に貴重な大切なお話をいただきまして本当にありがとうございます。私の持ち時間は15分でございますので、今日は拘禁刑に関する質問を中心にさせていただきたいと思いますが、まずですね、木村参考人にご質問させていただきたいと思います。拘禁刑から外れますけれども、2020年の5月に花さんを亡くされ、間もなく2年となります。まあ、母親としてどれだけ辛い思いをされ、そして勇気を持って立ち上がられ、2年にわたり今日までもう人権闘争ともいえる尊い活動をしてこられたことにですね、心から敬意を表したいと思います。また花さんのご冥福を心からお祈りいたします。NPO 法人リメンバー花を立ち上げられ、その紹介文の中で誹謗中傷の加害者に対する抑止力としての厳罰化とともに、加害者に対するカウンセリングなど救済の道がなければ悲劇が繰り返されてしまうと述べられています。また別の新聞記事にはですね、加害者から届いた謝罪メールを紹介され、何を言っても許されるわけではないけど、障害があり好きなことができなくなりストレス解消で駆け込んでしまった、生きている価値がないので死にますという、そういう内容があったと。で、木村参考人はこのメールを読まれて、中傷している人も助けを求めている、死ねという人はどこかで自分に対しても死ねという気持ちを抱えているから人にマイナスな気持ちをぶつけてしまうのだと思いますと話されています。まさに加害者も救済されなければ誹謗中傷は終わらない、私も深くそう思います。そこで、リアルとバーチャルが混じり合うデジタル化の時代だからこそ、SNS に関する教育、人権教育が大切になるとお述べになっておられますけれども、私もそう思います。これまでの取り組みの中で感じた SNS 教育の必要性について、参考人の思いをお聞かせいただきたいと思います。木村参考人、お願いします。私は講演ですね、大人向けのものでしたり、大学生でしたり中学校や小学校に授業で行かせていただいて、その時に誹謗中傷はいけないことだよとか、誹謗中傷をやめようということではなくて、みんなで一緒に、なんでそんなひどいことを言ってしまうんだろうとか、誹謗中傷と批判の違いは何だろうってことを一緒に考えるんですけども、ある中学生の子が言ってくれた言葉、誹謗中傷と批判の違いについて、批判は客観的な意見であると、で誹謗中傷は感情的で主観的な意見であると言ってくれたんですけども、本当に子どもたち、もう小学生中学生の子たちの方が本当に素直に物事を受け止めて、すごく確信をついてくれるんですね。なので一番本当に希望を感じるのが小学生中学生なんですけども、やっぱり大人になってしまうと、それまで生きてきた中で、その30代、40代、50代になりますと、やっぱり思い込みでしたり、その昔のずっと刷り込まれてきたものがあるので、なかなか簡単に考えを変えるというのは難しいかもしれないんですけども、本当に子どもたちの教育っていうのは早ければ早いほど年齢的にも時間的にもいいと思うので、ぜひ関係省庁の皆さんと国を挙げて SNS の教育に取り組んでいただきたいと思います。草加君、ありがとうございます。頑張ってまいります。次にですね、この度の刑法の一部改正で、刑罰の懲役と、禁錮を一体化し、一本化し、拘禁刑を創設することとしておりますけれども、刑務作業が義務の懲役と義務でない禁錮の区別をなくして、再犯防止を進めるため、受刑者の年齢や特性に応じた柔軟な処遇ができるようにし、更生や円滑な社会復帰を目指すとされています。私もこの趣旨には大いに賛同するものです。
刑罰であり自由の剥奪を内容とする自由刑である以上、また被害者の心情を考えると、まあ、素人考えでございますけれども、まず行刑、まあ、労務があり、そして残された時間で矯正、教育、指導なのかなというふうに思っていたんですけれども、田崎参考人はですね、刑事収容施設をめぐってという論考の中で、行刑施設、刑事収容施設の運営が受刑者の改善、更生、そして社会復帰を確実に後押ししていくことに資するものでなければならないという趣旨のことを述べられておられます。また、矯正施設の建築学の必要性にも言及されてまして、一つには保安、二つには教育、そして生活の三つの機能があり、ともすると保安機能に重点が偏って、他の機能との不均衡が生じがちとされ、矯正施設の建設にあたっては、一般生活に近い備えの空間、限定された空間の中に社会性を持ち込む、規律維持にきちんとした備えの空間の設置が肝要であろうと、大変興味深いお考えを述べられております。この度の再犯防止や公正、円滑な社会復帰ということを考えますと、まさにそうした処遇空間の持つ効果も大きいと思いました。若い受刑者にとっては特にそのように思います。そこで、田崎参考人への質問でございますが、円滑な社会復帰のためには、行刑と矯正のバランスが大切になると思いますが、その点、どのようにお考えでおられるのか、例えば若い受刑者については、一定期間、カウンセリングや教育を中心に行い、その後、刑務作業を課していくことなど、そういった取り組みも考えられると思うんですけれども、ご所見をお伺いしたいと思います。戸田木参考人、お願いいたします。はい、どうぞ。矯正建築につきまして、ありがたいお話をいただきまして、大変、感謝いたしたいと思います。その我々刑法学者もそうですし、刑事法学者もそうですが、その矯正処遇教育というときに、ソフトのところはかなり議論があるのですが、建物のところにはあまり議論が及びません。ところが、受刑者、少年含めて、その矯正建築が、その矯正に与える影響というのは非常に大きなものがあります。そしてまた、矯正局、あるいは施設課では、その点について非常に多くの、労力を費やしております。そういう意味で、今のご発言は非常にありがたく思いました。さて、その上で、その現在は、長期刑には作業を課すとなっておりますので、懲役と作業というのは一体化しております。そういう立て付けですので、どうしても作業というのに時間が取られると。ところが、受刑者にはいろんな特質が、あれ特性があってです。高齢者のために動くことができない人、薬物依存である、あるいは若い受刑者でまだまだ中学卒業の学識に苦力もないと、そういった人たちには改善構成、社会復帰という点では、あるいは再犯防止という点では、作業よりも、まずは教育、あるいは福祉のサポートが必要ではないかということが、今回の法案の基礎になっていて、その点では評価できるというふうに考えております。以上です。草加君。続いて田崎、参考人に質問なんでございますが、また PFI 手法による刑事施設、これは犯罪傾向が進んでいないものとか、初犯者など中心となると思うんですけれども、の今後の在り方の中で、PFI 刑務所の非収容者基準の見直しにも触れられておりまして、犯罪傾向が進んでいる B 指標の受刑者の収容も検討されてよいとの考えを示されておられます。先ほどもお話の中にありましたけれども、民間のノウハウの活用による人材の再生、そして職業訓練改善指導などで
民間の知恵が生かされているということもおっしゃられておられますが、その部分について少し具体的なお話をお聞かせいただければと思います。はい、戸崎参考人お願いいたします。はい、現在 PFI 刑務所に収容されているのは、まあ、いわゆる A 市長でかなり危険性がない受刑者がほとんどであります。はい、一方で、B 市長とされる犯罪傾向が若干進んでいる人にもいろんな特性を持った方がいらっしゃいますので、PFI 刑務所という一部恵まれた施設にはそういった犯罪傾向が進んでいたとしてもその集団生活にができるような、そして他人に迷惑かけないような、そして場合によっては、身体あるいは精神的な疾患が若干あるようなものをそこに収容することは B 市長でもできるのではないかというふうに考えている、そういう意味で、ございます。草加君。しっかり再犯率をやっぱり下げていくということをですね目指していきたいというふうに思います。で最後にですね、刑務職員の労働条件環境の改善ということも必須であるというふうに言われておりまして、有給休暇は極めて少なく刑務職員1人当たりの担当受刑者の割合も欧米より高い、その負担は課題である、安上がりな刑事政策は結果として高くつくとも指摘されています。出所後の社会的処遇の改善も含めどうあるべきとお考えかご所見をお聞きしたいと思います。これで田崎参考人と都庁参考人にお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。では田崎参考人からお願いいたします。はい、田崎参考人。はい、ご質問ありがとうございました。受刑者を支えて支援し伴走して改善構成に取り組んでいる刑務教官、非常に日々大変な状況の中で仕事されております。その受刑者を立ち直らせるためにはやはり労働環境というのが重要でありまして、それは過去のこの国会の審議の中でも何度も出てきております。その住居であったり、つまり彼らの居住スペースであったり、非常に劣悪な状況でですね、古い官舎にまだ過ごしてない方がかなりいらっしゃいますので、まあ、実際に見ていただいて、受刑者を支える彼らにとって労働環境が良くなるような形で支援していただいて、実際現場を見ていただけ、お世話しながら現場を見ていただければというふうに思っております。以上です。はい、それでは張参考人お願いいたします。私は日頃被疑者被告人の方の側からその、施設を見る、そういう視点で見ているものですから、なかなかその、施設の方がどういう環境かということについて十分な知見を持ち合わせていません。ですがこちらの側から見てても非常に過酷な労働環境であることは垣間見えるわけですので、そこについて改善されることはとても望まれることかなというふうには考えます。草加君。ありがとうございました。時間がなくて構図参考人には質問できませんでしたけれども、本当に今日はありがとうございました。以上で終わります。次に伊藤俊介君。